こえてるかな。もうちょっとゲームを上げとこうか。さあちょっとね、今日も遅れたというかね、ちょっと何分かね遅れたけども、遅れてんな、結局遅れたね。今日もね、あのソニックヘッジホックね、ソニックザヘッジホック2回目やっていきたいと思います。さあちょっとね、なんだ2、3時ね、ちょっと忙しくてできなかったんだけど、いやいや今日はねなんとかできそうなんでね、配信をまたやっていきたいと思います。で、超ちゃんと聞こえてるよね。オッケー、そうだね。で、ただちょっと今急いできたので、なんとかね8時過ぎには、ま、間に合ったんで、間に合ったというか8時過ぎに、ね、始められたんだけど、ちょっとね早速ね、ちょっと5分休憩取ります。ちょっとトイレ行ってきてちょっとトイレ行きたい。今ちょっとバタバタしててね、ちょっとね5分後、8時10分からねスタートします。なのでね、ちょっとまたね、もうちょっと遅れてからスタートだけど、ちょっとトイレ行ってからねスタートするんで、とりあえずね今日じゃあ最初に、一番最初に休憩取りたいと思います。あとはねできるだけ休憩 なしでねノンストップで行きたいと思うんで、10時まで。じゃあね、まず8時10分までちょっと一回おトイレ行きます。ということで一旦ね、ちょっとまたスタートはもうちょっと後ということで、じゃあ休憩に早速ね、最初にから休憩だけどちょっとで入ります。ではね、お待たせしました。さあちょっとね、まあ、休憩短くやっていきましょう。さあで、前回ね1回目、この初見プレイのソニックザヘッジホック1回目なんだけど、3の2かな、今まで一番進んだのがね、で3面がスプリングヤードっていうところなんだけど、そこの2番まで進んだと。
今日ね、できればその 3-2 を超えて、まあ、全部でね、6面まであるみたいなんで、まあ、どこまでいけるかっていう感じだけど、ね、頑張っていきたいと思います。とりあえず普通にクリアしてノーマルエンディングを見ると。あとはもしかしたらこれはできるかわからないけど、これ入ってるよね。OK だ。できるかわかんないけど、視聴者さんにね、教えてもらった通りね、まあ、カオスエメラルド、各ね、ステージ、まあ、3面以外かな、ボスのね、3面以外、3ステージ以外を除いて各ね、1ステージと2ステージ、各面のね、で、リング50枚以上取ると、で、ゴールすると、いけるボーナスステージでさらに、いろいろ頑張ると取れるカオスエメラルドね、それを6個集めて、全クリすると、真のエンディングに行けるってことなんでね。まあ、そのエンディングはちょっとだいぶ難しいってことだから、そこまでね、見れるかはわからないけど、とりあえず、まず普通のね、クリアを全クリして、真のね、真のじゃない、普通のね、全クリして、ノーマルのエンディングをまず見てみようと。そっからだね。で、頑張れそうであれば、真のエンディングもね、まあ、見れればいいかなって感じで、やっていきたいと思います。ではね、まあ、前回の続き、ということでね、やっていきますよ。3-2からね、できれば、クリアしたい。さあ、やっていきましょう。4日ぶりかな。水曜日のね、休み合わせて、ちょっと2回ね、忙しくて、できなかったから。やりたかった、でも。この勘をね、このソニックのね、操作の感覚を忘れないうちにね、やっておきたかったんだけど。ね、ちょっと忙しかったんでね。さあ、ということでね、やっていきましょう。ちょっと10分過ぎちゃったけど。さあ、まず1-1ね、グリーンヒルのゾーン1から、1-1から。さあ、まあ、とりあえずはカオスエメラルドなくても、まずノーマルエンディングを見ようということで、吊り橋を飛んでいくで、ハチさんと、カニとカメレオンと、いろいろいたね、ヒマワリとか、魚もいるし、ハチをかわしてく。で、ドーン。ここ落ちるんだよね。ここの結構足場が崩れるのがちょこちょこあったから気をつけて、通るってボールも見てで、ここで中間っていうか、途中のね、チェックポイント。で、ぐるっと回っていく。で、S 字カーブ。で、また中間にポーン。で、ぐるっと、こんな上まで飛んだんだ。で、回った、吊り橋を渡ってく。で、結局、一発当たっちゃうと、まあ、全部の、取ったね、せっかくのリングが、こう、なくなっちゃうから、あの、これ、結構いったな。あ、もう戻れないんだ。く、これ100になれば、いいキャップするのね。ここでエッグマンのプレートを取って、ここ行くと、ボーナスステージと。さあ。まあ、とりあえず、カオスエメラルドは、ね、とりあえずいいんだけど、今のところは。で、この R を押すとリバースだから、この回転が逆になると。で、どこにこっちか。OK、おい。で、ここに入っちゃダメ。ああ。これ難しいね。きついな。あそこのね、カオスエメラルドをうまく取ると、あれをね、6個やると、いいと。まあ、各面ね、2個ずつしか、最初の1ステージ、2ステージしかないから、まあ、それがね、6面あるから、12面。このカオスエメラルドを取れるボーナスステージが出るうちの6面で半分でね、カオスエメラルドをゲットすると真のエンディングが見れると。あそこまではまだいいんだけど、とりあえずノーマルね、ノーマルの全クリもまあまあ難しいね。前ね、視聴者さんも言ってたけど、とりあえずね、難しい。ゆっくり行ってもね、結構ソニックも結構こう滑るからね、ピタッと止まらないというか、そういう癖があるから、
で、ここは針がね、ほら、今、あ、ちょっと落ちなかった。針さんがね、あるんで、ここ落ちちゃうと、下手すると、連続でね、一気にダメージ食らって、一気失う時があるから。で、カメレオンとカニと、岩を飛んでくる、釣り橋の魚を倒してくる。で、ドーンと来て、ぐるっと来る。で、S 字カーブで終わりか。お、第2ステージも一応ボーナスステージまで行けたの。まあこの1の1と1の2は確実にもう真のエンディング見るときはなんだなんだ、このボーナスステージがさ違うんだよね、形がね、1回ごとにね何もできなかったけど、まあね、真のエンディング見るときはやっぱり1の1と1の2は確実にボーナスステージに行って、なおかつカオスエメラルド確実に取っておきたいよね。これ上でいっか。で、これ1の3だから、各面の3はボスステージね。この辺も説明書に全部書いてあったと。で、トーテンポールで、あとスプリングでドン。あ、俺。今バリア持ってたから、クラワあった。リングは落とさなかったけど。リング1個以上持ってれば、ここも落ちるよね。危ない、ここまで落ちるか。リング1個以上持ってれば、まあみんな知ってると思うけど、ソニック。1回ぐらいやったことは何かしらであると思うから。リング1個以上持ってれば、とりあえず一発当たっても、一球しないことはないと。リングが全くない状態で、敵とかに、針とかに当たっちゃうと、一球失うとこが違う。ここじゃない。ほら、ペイン、ポン、ここが違う。この上に1キャップがある。前回ね、やって、この一番高いとこでって言ったっけか。一番高いとこでジャンプするといいよと言ったけど、あとあんまりゆっくりやってるとね、10分、ダメだ。10分過ぎちゃうとね、強制的に一気打ちになっちゃうから、こうか。OK。これで一気アップね。さあ、一気アップだとコンティニュー回数もあったよね。コンティニュー回数が、上行きたいな、これ。上行けないんだっけ。あそこで乗るか。下の茨がね、食らっちゃうから、けど、OK。これ落ちんの？落ちるよね。落ちるよね。危ない。うい。で、カメレオンかわしてく。で、ハッチも倒してく。で、カニさん。で、パンジー。で、上がってく。ここ落ちるよね、絶対ね。これ絶対落ちるよね、これね。OK。はいはい。OK。で、ハチさんが来るか、飛ばしてくる。そこでハチさん来る。そこで来るか。わわわい。危ない。で、こっち来る。で、トン、ポン。おお、ここ上か。隠しスプリングがあったね、ここに、ね。ただもう11枚しかないから、ここは、で、ここはボスだからいいんだね。50枚取らなくても OK と。で、一面のボスは室伏ね。ハンマーを持ってるエクマン。通称、室伏。エクマン、うわ、そっちから来る？室伏バージョンのエクマン、倒していく。さあ、鉄球をブンブン回していく。そこ、8発だったら確かに8発当てると、倒せると。あと2発ぐらいか。数えてなかったけど。さあ、あと1発かな？おや、ちょっと待て。まあ、リングについてはもう、1枚持ってるか2枚持ってるかあんま変わんないね、そのぐらいだったら。これで、囚われてる動物たちを解放すると、まず一部ね。いいぞ、ってか、一気も失ってないな、まず。OK。まずね、一気も失わずに、来たよ。とりあえず。で、2の1ね。マーブルゾーン、ここからだったよね。2の2か。問題はね。あの、重りのね、前回の、録画とか見てもらえばわかるけど、ちょっと早い。で、この芋虫もね、頭を狙わないとダメージを食らっちゃうから、慎重に。で、ファイヤーが来るから、ファイヤー気をつけて。ここもね、勢いよく行っちゃうと確実にファイヤー当たるからね。ファイヤーのタイミングもね、いい感じで、ファイヤーが飛び出てくるからね。もう一回リング。うわぁ、ちょっと、
ちょ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 で、ここも来る。ここも来る。火が迫ってくるからね。で、こう、で、バリアで一発当てても OK と。で、危ね、お、こっちか。ほら、ちょっと待って、ちょっと踏みつぶされないように。グッ。で、コウモリポン。当たんないで、下張りさんか。下から出てくる。名付けて下張りさんね。で、コウモリ倒していって、この重りを。この辺はね、前回、3回か4回ぐらいかな。コンテナした時に、やったからね。だいたい仕組みは分かってきた。縦張りさんと横張りさんがこの辺はあるからね。これ横張りさんね、通称ね。横から出てくる張りだからね。通称横張りさんって名付けた。名前を付けたよ。で、こう溶岩ね。まあ、基本。まあ、第二、二面は結構溶岩だからな、基本ね。溶岩とブロックが、キーポイントだね。鍵になる。二面。で、来る。鉄、さっと上から来る。これ。でも、前回、三回ぐらいやったから、少しは覚えてきたな。ただ、結構油断してると上からずさっと張り来るんだよね。ほら、来た。こういうのね。重りも当たっちゃうと、危ない。これ登れなかったっけ？登れるよね。オッケー。重りもね、当たっちゃうと上から、ドスンってやられちゃうと、一発確か、クラッと、あ、ちょ、しゃばいしゃい。危ない今の火が。あえてね、ゆっくりやってると火が飛んでくるから。で、とりあえず、こいつ倒す。で、芋虫はちょっと無視しよう。はず、頭ね、失敗すると、一発食らっちゃうから、もう、一面クリアか。2の1ね。ふぅ。さあ、今ので息アップした。あ、5万点いったかな。5万点いっても息アップするよね。そうだそうだ。それも説明書に書いてあった。で、とりあえず、芋虫は、触れなくていいところは、芋虫は無視していった方が、ちょっと待、ファイヤーが。でも、この2の1も難しいな、やっぱり。やっぱり、真のエンディングみんな難しいかもね。ボーナスステージに行くだけでもまだ大変。で、このブロックで、溶岩の、マグマの、を流していって、でゲート入ってくるからここ気をつけて右行く。でコウモリと芋虫をうまく頭を当てたい。 OK OK でコウモリとリングとバリアと OK。 どこからこの辺がこの上から落ち流れてくるマグマとファイヤーと来るね。この辺もちょっと憎いね。いいぞ、まず今日1回目なのに3日ぶりのこの、うわ、待った、ハリさん来た。3日ぶりのやるので。しかもまず、1回目の、横から流れてくる。どっちだっけ、これ。右でいいんだっけ。右でいい。危ない、上に。いっぱいいる。ここはジャンプしたら大変ね。タイミング取るの難しい。これ横で、横糸で行った方が。前回ね、学習した。横で、普通に歩いていった方が落ちにくいと。で、なんだっけ、毛虫？あ、ここね、芋虫ね。これも、後ろに当たったら、針でやられちゃうよと。芋虫が2匹来る。倒してくて、ここドーンって来るからね、これ。危ない。この辺も、あれが来そう。なかったっけ？上からズサッと針が。上針さん。ないね、オッケー。で、ここで、とりあえずもうバリア持ってるから。危ない。滑る滑る。で、下から吹き上げてくる。ここもタイミングよく、三つ目だけか、吹き上げね。さあ、吹き上げてくる。さあ、ここは、かわして、よそ見をしちゃダメだと。ここで、三回目ね、こうタイミングよく、上に上がらないと、大変なことになると。足場がなくなってね、ダメージ食らっちゃうから。で、オッケー。今のいいぞ。これジャンプ身長、これ芋虫倒すときのジャンプ身長、こっちなんだっけ。
中間、あ、ここに中間あるの、中間っていうかチェックポイントね。やられた時はここから再スタートできると。これ知らなかった。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。この段差微妙な、憎いな、ここの微妙な、この起伏が憎いよ。そして早い、ファイヤーこの辺早い、気をつけて。ゆっくり行きたいけどソニックが滑る、滑る。おめ、今のちょっと早いぞ。ちょま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 、ちょっと見えてない。まあバリアがあるからまだいいんだけど、移動このまま、今56だ、これいけばとりあえず今はボーナスステージは特にそんなにコンティニュー回数ぐらいだからいいんだけど、そんなにね無理してボーナスステージ行こうと思わなくても、リングね50個集めなくても、とりあえず今はいいんだけど、ちょっと一応集まってるから慎重に行こう。なんかこう全部ブロック壊していこうか。ドン、オッケー。下からは壊せないと。まあ今バリアずっと維持してるけど、ここでもまたバリアできると。ふぅ、できればやっぱ集中力のあるうちにやっておきたいよね、進めておきたい。ここギリギリか。危ない危ない。あ、これ無敵、はいはい、無敵。前も一回取ったな、これ無敵ね。もう溶岩いっちゃおう、突っ込め。ただ無敵もいつね終わるかちょっと分かりづらいから、 OK。 とりあえずあそこの芋虫倒しておけば、このまま行っていいんだっけ。ここはあいつさっと来る。これは上から行った方がいいね、これは上から行った方がいいと。 OK。 でそろそろ OK。 ここでここでボーナスステージ初めてだな。さあ3、2の2ね、一応クリアはクリアと。あとはまあボーナスステージとりあえずまず練習がてらね。もうまたなんかこの辺で広いとこやんけ、これ広いとこやんけ、なんかよくわかんない、どこどこどこ、あそこか、これきついな、これどうやっていく、どうやっていく、どうやっていく、どうやって、ちょっと待って、ちょ危ない、あぶい、あぶい、真ん中だったよね。うわー、ちょ行かして。だからここはね、息アップしたかな、こんなすぐにね何回かこうタッチしてないと、そもそもすんなりは。ちょっと待って、これ多分アウトでしょ、アウトでしょ、アウトでしょ、これ絶対アウトでしょ。こっちょっと待機、ここいいとこだ、取れ、カードが、ちょっと危ない。なんかもういろいろリバース速くなってる。時間が経つと速くなるのか、これ。この星は弾むからね。どこだっけ、ここが。なんでそっちにいいとこなのに、いいとこなのにさ、回転が。オッケー。こういうことか。これ難しいな。これさ、ボーナスステージ難しいね。なんでコンティニューが1個増えたと。お、これ結構いけんじゃない。前回ね、コンティニュー1機もないままね、最高が 3-2 だったから。しかも今、まだ1回もやられてないじゃん。5機もあるし。さらに1個コンティニューがあるという。とりあえず、鬼門だね。鬼門。この2-3ね。重りの上を飛ぶとこね。前回も結構やられた、ここで慎重にやってもなかなか難しいとこね。まあここは3だから、ボーナスステージがそもそも設定されてないから、ここはとりあえずリングはそんな気にしなくてもいいけど、癖で取っちゃうと。さあ重りの上を飛んでいくで、ブロックと重りをやっていくで、コウモリが来るの1羽倒してくれ、リスに変えて
こっちなんだっけ、あ、バリアか、一応もらっとこう。できればバリアを維持していきたいよね。そしたら一発食らってもリングが失わずに済むからね。できればバリアを、でスイッチを押して下に下がって、ここ、これ横張りさんなかったっけ、ないか、これも確かね、横から出てくる針と縦から出て、下から出てくる針とね、横張りさん縦張りさん、あと上からね、もう連続で出てくるこのズサーっていうねのが結構多かった気がする。あ、いいぞ。さあ、このブロックで、これは右だっけか、危ない、危ない。先に芋虫もいたし、さあこの下張りさん、下張りさん、まあ、ここは飛んでかわしていけばいいね。ここか、ここも下張りさん来る、でズサッと来るから、これはどちらっけ、こっちか、危ない、気をつけて、でファイヤー来る、気をつける、でこう横張りさんか、ハリさんの横に乗る、こ、ハリさんの、ハリのね、上に乗ることは、こう、横の上に乗ることはできるんだけど、危ない。くわ、よかった、バリアって。さて、ここの足場、ブランコのような足場に、またここ歩いていった方がね、ジャンプで乗ると大変だから、行く。で、また芋虫か。芋虫を倒す、アウシュ系。で、横張りさん。これも憎いね。ここの位置の横張りさん。上なんかあったっけ、何もない。さあ、縦張りさん。で、押し潰されないように気をつけて、OK。まあ、時間的には10分って相当ゆっくりいかないと、なかなか10分になることないから、まあいいんだろうけど。OK、しょ。でここで流してく、ただ上から落ちてくる、わいわいわい、まずいなこれ、まずいなこれ、大丈夫か、大丈夫じゃないよね、とりあえずリング取っときましょう、だいぶ失ったけど、うわー、そっから来るか、あ、消えた、消えた、まずいこれ、一発食らったら、てか多分まだ中間に行ってないね、ここ、ここ左確かコウモリの巣だよね、ズサッと来るから、怖っ、うわ、え、いいの今の、刺さってたけど今危い、これ右足か、上がったら右足か、いないと当たっちゃうねこれね、こっちか、 OK、 で横張りさん来る、まずいよこれ、一発でも当たったら一球失うよ、よし、リング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 があれば保険になる、とりあえず、とりあえず一発当たっても一球失わないで済む、かな、ボットさん今日もお疲れさんです、罠、うん、ボットさんね、ツイッチのボットさんね、今日もお疲れさんです、ボットさん、ボットさん一体いくつアカウント持ってんだろうね、毎回アカウント変わるよね、今日もね商売に励んでおります、ボットさん、さあここでブロックに乗ってまた流れてく、しょ、いいぞ、ここでコウモリか、ここそろそろだね、おもりの上に乗ってくやつ連続でね、さあコウモリ2羽目も倒してく、でこれ横張りさんか、今出てるね画面端に、すぐに横張りさん来るから、これ気をつけて、一応慎重に行きましょう、まだ5分以上ある、一応この各ねステージの3ボス面だけど、縦張りさんかわしてく、これなるから、こうなるから、そして取れない。オッケー、とりあえず行くととこ。ボス各ね、あの、面のね、第3ステージはボス面だけど、10分でね、10分超えちゃうと、一気失うっていうのは、ボス倒すまでも、ボス面だったらね、ボスステージだったら、ボス倒すまでも、含めて10分だからね。まぁ、ちょっとボス面の方が、ボスステージの方がちょっと大変といえば大変、10分の縛りが終わる、さあここを入って滑らないように行きたい、
つやはりさん気をつける。でこう2つ連続で確か重り飛んですぐスプリングがあったような気がするから、あんまりいくとスプリングじゃない針か、横針さんだった。オッケーオッケー、いいぞ。これで確かここはギリギリ当たるギリギリ当たる。ただここまで来た。これでボスか。音を、あ、はいはいはい、あの炎を垂らしてくる。2発当てた。これも8発とかだったよ確かね。交互に火を垂らしてくるから、その前に反対側の足場に移ると。これ4発か。最初2発一気に当てたからね。6、あと2発かな。7、あ、違った、もう8発だった。 OK、 いいぞ。一回もやられてないんじゃないこれ。一気も落としてないよ。コンティニューも一回あるし、いいぞ。とりあえず2の3クリアだね。これで2面クリアと。また動物たちを解放していくと。いいぞいいぞいいぞ。さあこれでスプリングヤード3面まで来た。3の2だからね、今まで最高は。ここはね結構大変。あ、上にリングあった。リングでまだ保険にしとく。で、カニが、カニ玉を、で、ハチさんが攻撃してくる。ここグッ、下を押してね、こ、丸くなった方が、こういう反動、スプリングの反応は、こう、距離が稼げると。よしと。真のエンディング、危ない。ちょっと待って、ちょっと、交互にね、互い違いになってるから、こう。うまくこう横と真ん中と移動して下に行かなきゃだよね。この前回やったけど、これなんかでかい鉄球なかったけど、うわー上なんか来た。確か、うわーちょっと待ちなさあれや。でかい鉄球も確か。これ上がよくわかんない。これなんかこれ。特にここはバネではないと。あ、でもなんか押したよ。あ、そうだ忘れた。これいけんのかこれ。これ難しそうだ。おえと、ちょっと止まる。とりあえず保険。保険のね、リングが1枚でもあれば、一発当たってもやられないと、とりあえず。で、このくるくる回るパトランプでカニさんを倒していきたいけど、ジャンプミスった。で、鉄球回ってる。で、ここ、段差があるから気をつけてジャンプしないと。それでまたパトランプで鉄球、このイボイボのねトゲのついた鉄球で、ここがまた段差になってるからそのままダッシュではダメだと。でここでくるっと回って、でドーンと上に行く。でこっちか左か、高さが出てない。あ、ここ確かリングのやつね。これも前回やった時にね見つけたね。ここだけかな、前回視聴者の人がね教えてくれた。なんかゴールが2つあって、1つはなんかなんだかリングがいっぱいあるっつんだっけか。1つね確かそうだな。3の2クリアできてないから確か3の1のことだね。前回詳しいね視聴者さんに教えてもらった情報はね、ゴールがなんか2つあるっていう。前回クリアした時のゴールはなんか通常というか、あんまりなんか美味しくない方のゴールだみたいな話があったと思ったけど、とりあえずここ上がりたいんですよ。上がれますよね。で、このヤドカリ、トゲトゲヤドカリ。君は確かトゲだから、なんか書いてる。何これ、コンピューター CPU って書いてるのね、見えるかな。まあいいか。ここからまず、そんなことやってないで、ここからまずクリアしなさいよと。この辺ね、怖いから。OK。よいしょ。まあ、ボーナスステージに行くには、ゴール前での、ゴールのね、かなり近くでの、ゴール前というか、ゴールの近くでの
カニ玉出す前に、うわー当たっちゃったか。ゴール付近でのね、ダメージ食らうのは一番、お、一発で真ん中のいいとこ行った。ゴール前でのダメージ食らうの一番。これどうなってんだこれ。ん？あ、これが近道か？あ、これ近道だけど、なんかあったら戻れない。まあ、3の1クリアしたな。いいぞ。でも一気も失ってない。まだ前回練習した甲斐があったかな。でまずはリングが欲しいんだけど、このバネよりもバネで急に敵が来たら一気失っちゃうからね。リング今ないから。うえ、下か。ここクリアしたら前回よりも先に進めるね。これは回らないとダメかな。オッケー。で、まあ5機もあるし、さらにコンテニオンも1個できたから、まあそうそう。わあ、ちょっと待って、段差がジャンプできてない。まあ全この3の2がクリアできないってことはないと思うんだよね。だから最高記録は、これまでの最高記録は更新すると思うんだけども、で矢印か、これなんか結構やらしかった気がする。このステージ、この段差があるから強制的にちょっとこの辺で待たないといけないしね。こう上に行ったりとか下に行く間ね、隙間ができるまで進むためのね、その辺でカニがいたりとかハチがいたりとか結構するから結構大変。右でいいんだけど、左なんかありそうだな。カニさん、なんもないか。あ、そうだ、ここ落ちたんだよ。そう、今思い出した。これ。この、なんていうの、斜めになるブロックね。これ、確か先の方にも、こいつどうやって倒せばいいの？丸くなって倒すしかないのか。こういうことか。下押してね、ダッシュしながら丸、下押せば丸くなれるから、これで行くしかない。あの斜めのやつね、前回そうだ、あそこで勢い余って、保管とかこういう風に下にね、スプリングあったりいろいろあるから、これ、なんかあんな。右側か？こうか。なんか今、リング見えたね。これか。お、ここで出ちゃうのね。いいんだけど、あの、奥のね、斜めに、こう、広がったり、閉じたりする、ブロックね。ゆっくり行こう。あそこ、下がもうそのまま落ちちゃう。どうしよう、危ない。ここまでやったよね。ちょ。下に落ちちゃう、そのままね。下、あの、バネとかないからそのまま、一気に失っちゃうから、ちょっと下行きたいです。あ、ちょっと待って、今の、一応バリア取っておきたい。うわ、ちょっと。行き過ぎたよ。あ、じゃあ、うん。もうやだ。ピンボール見たくなってる。ピンボール。オッケー。とりあえずここで一発当たっても、リングが減ることはないと。一発はね。オッケー。で、この辺の鉄球難しかったよね。ぐるぐる鉄球が、ここも、あ、後ろから来ないか。ここでチェックポイントで、パートランプで、こいつをかわしてく。で、ここ上なんだ、上なんかあったよね、確かに。おお、これか。で、ここのまま上行っちゃっていけか。上行っちゃっていけだね。おもれ。で、こう横と斜め違うね。横と斜めじゃないか。おいしょ、おもれ。横に広がったり閉じたり、蛇腹のように来る。ここ下はここ大丈夫か。多分 この辺でもそろそろ、うわ、ちょっと待って、これ。上り坂だから微妙に、ダッシュしないといけないじゃん、これ。これどうすんの、これ。ギリギリで行くしか、ありませんよ。おしょ。
明日あった。おー、ちょっと待って、危ない。ちょっと待って、怖い。早いよ、鉄球が。OK。そろそろ確か下に落ちたらダメなとこだったと思うんだけど、まだか。怖っ。ゆっくり行こう。おー、ゴールだ。OK。3の2クリア。あれ、なんでだろう、前。前、最後、一番進んだ時に、下にそのまま落ちて、ゲームオーバーになったと思ったんだけど。さあ、2つ目のカオスエメラル取れるかな。ここはまた形が違う。まず、カオスエメラルドのとこまで、うまくいけるかどうかね、この、強制的に。ああ。強制的に落とされる、あの、ボーナスステージね、終わりにさせられる前に、カオスエメラルドのところまで行けるかどうか、200枚、ここのボーナスステージ内で100枚取ればさらに、あれも、コンティニュー回数も増えると、どっちだこれ、うわぁ、そっちじゃない。ちょ、これまずいぞ。いいか。オッケーオッケーオッケー、こっちでしょ、こっちでしょ。ちょ、危ない。こっちでしょ？こっちは黙ってる。こっちか。迷路。急いでいくと多分終わりそうだから気をつけて。迷路。路名詞。ちょっと待って。2個アップしたの？それはいいんだけど。こっちか。OK。来たけど、これ危ない。危ない。赤いとこダメよ。いけるか？いける？いけ。オッケー。オッケー。きっと。これでも、これクリアできっか運だな。これボーナスステージ一発勝負だからね。ボーナスステージやられても結局先に進んじゃうから。一発勝負だよね、これね。きついな、これ。ボーナスステージまでたどり着けなければね。まあ、あの、自滅して自分でやられてね。もう一回そのステージ。やり直すってこともできるけど、最悪。ギリギリまで行かなければね、戻れるとこの範囲で、こう、自分でね、やられるマグマとか、トゲとかあればね、もうちょっと危ない。できるけど、ボーナスステージ一回入っちゃうとね、もうそれで、終わりだからね、そっからミスは許されないというか、まあ最大でやっぱり12個ね、ボーナスステージあるから、そのうち6個、6面でね、そのうちの6面で、カオスエメラルド取れば、真のエンディングは見れるけど、もうでも、できればね、早めに、うわ、ちょ、うわ、そっか、バリアがあったか。さあ3の3まで来てるよ。全部でね、6面だからね。あれ、前も3の3まで来たのかな？なんかここ見た覚えがあるぞ。おぉ、カニ玉。なんか、美味しそうなね、カニが玉を出してくれる。なんかここも前やってる気がするな、この辺までは。3の3だけか、前回、最大。3の2じゃなかったっけか。一番ね、進んだの。3の2だったような気がしたけど、まあでも、とりあえず3の3まで来てるから。まあ、最長記録タイか、それか、最長記録も越してるか。今日は3の3まで来てますよと、ゆっくりだ。ゆっくり緩急つけてくる。この、トゲのついた鉄球。危ない、カニさん。ここで来るか、カニさん。ちょっと挟まれる、あれで。初めてだな。初めて1球落としたぞ。でも、ここまで1球も落とさずになんか来れたっていうのは、ラッキーな気がする。とりあえずリング欲しいんです。とりあえずリングください。とりあえずリングください。リングがないと怖い。まあバリアでもいいか。バリアもらっていこう。 OK。 おーい、よいしょ。保険がね、欲しい。保険大事。さあ、ここでリングとバリアでね、とりあえず2回はやられても一気落とすことはないと。さあ、で、ここ気をつけて。早いから。段差があるからね、あそこはね。で、ここも、
あんまり急ぐとダメだね。さっき微妙なこの隙間でも挟まれちゃうとやっぱりダメージ食らっちゃうからね。早めのオムライン、カニ玉をかわしていく。でもなんかここから乗れるか、左側なんか乗れそうな、微妙だな、大変そうだからやめとこう。さっきと同じルートで行きましょう。あ、ゆっくりの鉄球ね。鉄球、峠のついた鉄球をかわしていく。こう下落ちたら大変だね、一発食らいそう。鉄球がゆっくりだから。さあここだね、さっきここでやられた。バリアがさっきなかったからね、この時点で。オッケー、さあトン、多分前回3の3まで来てる気がするな。この地形覚えてると、だって3の3まで来た気がするな。3の3クリアできずに多分前回終わってるな。でこのヤドカリかわしてて、ようやくチェックポイントか。まあ、3の3ボス、あ、怖いんだっけか。おお、結構落ちた今。さあこのピンボールのような、これどうすればいいんだっけ。とりあえず乗ればいいのか。でこの足場に乗りたい。 OK、 3の3かな。途中からあの下がなくて落ちちゃったら一気失うやつね。多分3の3だな。まあボスのこっちから来る。で何、こいつは何だろう、このちょちょちょ上に動いてる君は。あ、そういうこと。まあいいや、この右で良くない、左だよね。カニさんを倒していく。1杯2杯3杯倒していく。さあ3の3まで終わればちょうど半分か。ちょっと待て、いいソニックは急に止まれない、急に動けない。3の3クリアすればちょうど、ちょっと待って、これタイミングの問題か。左側何もないんだよね。うわ、ダメか。ちょっと遅すぎた。下落ちちゃった。あ、これ早く行けば右に行けたってことか。さっきのブロックが邪魔するから、早く行けば下から行けたんだ。なるほど。さあ、来る。タイミングだな、明らかに。OK。で、カニ気をつけて、で、敵は今度早い。ぐるぐる来てる。まあ、ここの足場でちょっと待機で、今度緩急をつけてくる。ほら、これかなりタイミング大事だね。これうわ落ちてた、まずい、まずいぞ。うわちょっとやっぱりなったか。とりあえずいいや、とりあえず行こう。下かな、上じゃないよね、下だね。 OK、 とりあえず下。まあリング4つあるからまあいいでしょ、バリアなくなっちゃったけど。さあ下降りていく。この互い違いので、ここでこの状態でダッシュするのは難しいと。回ってね、助走がついてればソニックも速いんだけど、助走ついてないとちょっと上り坂もゆっくりだと。でここでちょっと丸まっときたいけど大丈夫。あー危ない、あー押し出された、今押し出しだった、範囲押し出しになるとこだった。ここでこうか。ここからだね。落ちると、そのまま一気失っちゃうのね。下にあれがない。この、徒歩の方がいいかな。ジャンプじゃなくてね。徒歩の方が、コントロールできる。さあ、まだか。横に歩いてく。おーしと。まだ終わり、終わりか。おー、怖怖いんですけど、落ちないですか。おー、ボスか。来た来た来た。どういうことしてくんの？ん？届かない。ん？おお、なるほど。突き刺してくる。じゃあ、あんまりずっと悠長なことをしてるとダメなのかな？危ない。もうダッシュができないんですけど。危ない。あぶい。あぶい。あぶい。
ギリギリだね、これね。あ、あ、あいうちリーナ。ユースさんを今の、当たってから大変だな、これ。最初のうちに、あの足場があって結構助走をつけられるときに、なるべくダメージ多めに与えといた方がいいね。助走できるとジャンプ力も変わってくるからね。途中からやっぱり、なんて言うんだろう。足場がね、飛び飛びになっちゃうと、こう助走できるスピードも短くなるから、一発、ちょっと早くない？お、ちょっと、ちゃちゃい、ちゃい。あれか、これ時間一回やられても時間は変わらないんだ。そこのチェックポイント行った時の時間がからまた再開なんだね。そういうことか。これあれかな、比較的止まらなければ3発止まらなければというか4発でしょ。まあ変なとこ開けてくるな、これ。やらしいところ開けてくる。5、おー、危ない、危ない。あー、そうなるよね、そうなるよね。いや、一気に残機がなくなってく。渡れてなかった。さあ1個目、2個目、3個目渡っていって、4個目渡っていく。まあ結局リングなくてもね、落ちたらリングあっても一気失うのは間違いないから、一発、二発、三発、四発、五発、六発。あ、今いけたな。ちょっと躊躇したな、今。七発、八発、OK。OK、3の3クリア。OK、ついに3面クリアしたぞ。しかもまだコンティニューある。さあ、こうやって動物たちを解放する。3人を取りと、なんだろう、あれは。ちっちゃいね、動物また。解放していく。さあ、3面終わった。さあ、ベスト。ラビリンスゾーンと、あ、これか。ラビリンスゾーンで、なんか、これだ。これも前、視聴者さんが言ってたけど。前回ね、お、なんか水位が微妙に変わる。お、なんかなんだ、ドリルの横からモグラみたいなのができた。で、クリスタルがいっぱいあるね。だから特殊なというか、急に来ちゃダメでしょ。なんかこと、なんかね、なんだっけ、あ、なんかここにあれか、モグラがちょっと出てんだ、ドリルが。なるほど、地面からちょろっと出てるから、それを見落とさなければといい。ちょっとそこ当たるか、そこ当たるか。なんかね、あるコールの仕方をするとバグで、なんかバグになっちゃうからねって言ったけど、このラビリンスゾーンの4の1のことだっけな、4の2のことか。何これ、酸素、酸素、何酸素、違う、酸素か、違う、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。あ、これ取ればいいってこと、酸素取らないとダメってことか。あ、なるほど、ここ難しいね。で、お、なんか遺跡の、まあ、ラビリンスは迷宮だから。なるほど。あ、で、いっぱい来る。モグラがいっぱい来る。モグラ。モグラ。モグラか。で、もちろん水の中に入るとね、動きは鈍るか、なんだろう、ちょっと待って。で、これ水の中泳げないんじゃん、ソニック。泳げないんだ。水の中だと落ちるだけなんだ。なるほど。
ただ？え？待って待って待って、リングあるじゃん。え、どういうことだって、針はリングあれば、リング一回失うけど、大丈夫なんじゃないの？なんか一面と違うな、針の動きが。針の違い、針にも種類があるのかな？今のは上針さんで、気をつけていく。で、落ちたらダメよと。あ、ここはバリアか。なるほど。ちょ、待て、危ない。しゃあ。で、モグラを倒していく。まだ来る、モグラ。モグラがどんどん来る。で、とりあえず、リングを取っておいて。この、あれだね。この大きい泡取ると、まあ、あれだってことでしょ。息切れしないってか、息がね、水中にいる時間が長くなると。さっき見たカウントダウンされちゃうんだね。あれ多分ゼロになったら一気失いそうだもんね。とりあえずリングを取って、モグラが上から来たから倒して、でまた下からモグラが出てくる、また出てくる。3匹で、これダッシュでいいかな。 A ダッシュで行こう。 A ダッシュでいけんのこれ。そうなりますよね。怖ここでも安全地帯だけど、こういうこと、まあ、無理だよね、そんなね。まあ連続だよね、そうなるよね。さあ、あっという間にコンティニューがあってよかったな、とりあえず。これコンティニューなかったらまた4の1で終了だったな。まあ後半かなり難しいってね、これも視聴者さん前回教えてくれたから、とりあえずバリア、とりあえずバリア、リングがなくなった、その代わりリングが欲しい。で、モグラが1匹2匹出てくる。モグラ。OK。で、リング取って、で、スイッチを押していく。で、ここで、とりあえず、スイッチに入れる時間を増やしておく。で、モグラが来る。このさっき見たか、上に、ふわっと、浮き上げてくれる。この泡と、違いがよくわかんないけどね。とりあえず、リング取ってく。まあ、この古代遺跡みたいなね。まあ、第2ステージ第2面もね、なんかこう、遺跡っぽい感じだったけど、また、こっちは古代の遺跡みたいな。これから先なんか、このロボットの魚みたいな。で、こいつはどうなって。うわうわ、おい。コンティニューしよう。オッケー。さっきコンティニュー取ったからね。コンティニュー何機？ 3 機あんの？ 3 機あんだ。オッケー。これ難しい。やっぱり難しいな。あと3面なんで、4、5、6でクリアなはずなんだけど。やっぱ難しいな、これ。サモグラ倒していく。かわしちゃったぞ、1匹は。まあ別にいいや。で、また倒していく。で、ここは、ハンマーの、ハンマーってか、あれの動きを見つつ、あれを取って、あ、ここはアンチか。やっぱり、ギリギリ。バリアンとこはアンチか。で、モグラを1匹、2匹倒していって、リングをもらう。OK。で、スイッチを押す。で、扉を開く。で、大きい泡取って、水中に入れる時間を長くする。リセットするかな。で、まあ大丈夫でしょ。まだ時間をいっぱいある。で、スイッチで上が開くと。で、地上に出ました。なんか上なんかある？なんもないか。で、またドリルが出てるから、この、モグラロボを倒していく。オッケー。こう左行かない方が良さそうだ。難しいな、左。左難しそう。なんか勝手にこう、ふわーっと、浮かされちゃって、針に当たって、終わりみたいな。わわわわ
怖。待って、あれがないじゃん。あわあわ、オッケーオッケーオッケー、危ない、焦らせるこの音。もう一回これ泡もらっとこうか。オッケーはね、酸素の泡で魚ちゃんがいっぱい。ここはまあそんなにやられることはないでしょ。ただ結構早いな、やっぱり息が切れんのが。こんだけ早く動いてるからかな、ソニックが。そしてなんか、うん、上に見えてますけど、なんかすごい早いやつ。あれどうすんの、あれ、ここ行けんの、ここセーフか。OK、 そういうこと、こういうこと。ちょっと早すぎないですか。でさらにあれでしょ、決まって、あ、よかった、酸素が持った。で、ね、この上、上どうなってる。おー、ちょっと待ってよ、これどうやっていく。あー、そういうこと、こういうこと、こういうことか。どこいたの、どこいたの。うんうん、怖い、スプリングやめて。あ、とりあえずあれ、そこ酸素吸って。怖ー、これこっちで合ってんのかな。ちょっと逐一酸素吸ってこう。お、いやいや、ようやくチェックポイント。で、なにこの、下やりさん、下やりしてくる。横やりなら、下。下、まあ、いや、酸素欲しい。酸素、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 酸素。ここに立って、ここのちょうど、泡の出るとこに立ってないと、酸素大きいやつに吸えるやつ出てこないみたいだから、定期的にね、出てくれればいいんだけど。ここで50枚維持してコールするの、やっぱ上やりさん。やっぱここで50枚維持するのって大変だね。維持してコールするのね。OK。で、水位がかなり変わるね。なんだこの穴開き。あ、そういうこと？そういうことか。これでいいの？あれがないと上がれなそうだもんね。OK。長いぞ、結構。うわぁ、ちょっと今なだんないの。ちょ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 、あれはもう攻撃できないってことかな。さあ、このカッシュは、なんなのやつは。あんなのリンクの冒険にあんなのいたけど、これライオン型というか、カバーみたいなね、バクみたいな。うぅ、ま、途中まで行ったからよかったね。たぁ、滑る。いや、これもう、これ最後じゃない、これ。これ最後だね、多分。これやられたら。うわ、ちょっと、なんで今。なんか変な音してた、そして大丈夫かな。あれ、まだコンテニューあった。変な音してるけど、変な音してるのこっちだけかな。ちょっと待って、なんか変な雑音が。ちょっと待ってね。
こっちの方だけの雑音だったら、なんか雑音してるなと思ったけど、こっちの配信の方ではない雑音だったね。さあ、うん、さあ行くよ。これ多分ラストだね。ちゃんと音入ってるよね。OK だね。さあ、もうコンティニューがないはず。せっかくここまで来たら何とかしたいな。さすがにコンティニューするとあれか、中間まで行ったのはなくなっちゃうんだね。リング、リング、とりあえずリング、とりあえずリング、とりあえずリング。当たってもいいか、とりあえずリング1個あれば、なんとかなる。リング1枚あればいい。ってこと、鉄球当たんないようにして、で、モグラ。モグラ、倒して。リング10枚もらっていく。で、スイッチ。で、大きい泡を吸って、呼吸を、酸素をもらっていったけど、せっかくさっき取ったバリアがすぐなくなってしまった。さあ、で、これリングさらに10枚。これで24枚。上あるな、これ。上あるね、これね。今見た上やっぱあるな。これどうやっていくんだ。なんか多分うまくやったら上いけんだろうね。まあそんなうまくないから、下手っぴだから下から行く。でとりあえず、まあ水入ったばっかだけど、呼吸して魚を倒す。左行くと危ないから、とりあえず右でいいでしょうと。で、扉が開く。で、入ってく。スッと入ってく。で、こう気をつけて、足場が。吸う。吸うの大事ね。吸っていかないと。何秒だね ?15 秒ぐらいで多分、カウントダウン始まった。20秒ぐらいしちゃうと、20秒ぐらいで、ね、何もしないで水中にいると、酸素がなくなって、ダメなんだろうね。ギリギリで吸ってこう。 OK。 これ一段ずつ行くのが基地だね。 OK。 ここもアンチアンチアンチ。 OK。 で水面に上がれば大丈夫と。でここはトゲがあったかおろーって一発で当たるのがいい。最初から最初からや。まだチェックポイントまで行けてない。この針の一発死がきついね。一発アウトは。まあ、ここは安全地帯か。安全地帯玉置浩二。もうこれ以上大変だ。さあ、でモグラ倒していく。でスイッチを押して泡を取って、空気を酸素を補充してモグラ倒していく。ここも泡取って吸っていく。でもリングはとりあえずいいや。そんなに、とりあえず先に進みたい。多分この辺慎重に、ただ結局リングもそのまま持ってきそうな気がするな。リングね、50枚も維持できそうだよね。慎重にいったら。そんな気がするな。もうやられるときはこれ、あれに、針に当たってリング何枚持ってても一気にやられちゃうから。そういうことか。厳しい。これもどうやっていったんだっけ。これ上に行けんだっけ。これ、あ、いけるいける。 OK。 こういうことか。
さんでここ来る、で足場上がってくる、気をつけて、でここ下降りる、でそろそろカウントダウンされるからこう気をつけて泡取ってく、で魚が2匹いるからこう倒して泡吸う、一応上のリングもまあ何枚か取ってきましょう。でこのハイスピードぐるぐるのトゲ付き鉄球をかわし、アンチを駆使してかわしていく。ここもアンチ、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 オッケー。で、これトゲね。これジャンプしないとやっぱダメだな、途中。トゲに来る前に。パー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 。こっちの方が安全だった。下から行って、なんかうまくいった方が安全だったな。まあいいや、とりあえず。で、怖いからここで。吸っていく。泡を吸って。回復しながら、さっきどこでやれたんだっけ、わからなくなっちゃったな。あ、中間だそう。さっき中間より行ったんだそう。で、ようやく中間っていうか、チェックポイントを、さっきこれ3機ぐらいなくしちゃったもんな。中間から再開するときに。再開するときに、3機ぐらい。ソニック滑りやすいからね。ソニック急に止まれないから。で、上やり、下やり。で、上やり、下やり、OK。トーン。で、水位が上がってくる前に、この、ちょっと穴の開いたチーズみたいなね、このブロック乗って上に行くと、OK。で、さっきどこでやられたんだっけ、全然覚えてないぞ。もういっぱいいっぱいで。危ない。上の。あ、ウニか。ここウニだよね。そのウニの先のあれで、バクのとこでやられたんだ。バクっぽい。さあ、ウニが、トゲを。投げたけど、もうウニ、トゲがなくなったら、もう、弱いと。これどうやって、A ダッシュで、やっぱり、行った方が、いいのかな。うわ、ちょ、今いいとこ。うわ、ちょ、してないじゃん。まあ、まだリングあるからいいけど、ここは。再開するときリングないからきついね。うわ、ちょっと待って。ギリギリで。いきたい。OK。OK。よいしょ。ここ何もありません。危ない。よしと。で、また水位が上がるのかな。なるほど、これ当たらないようにってことなのかな。ちょい。まあ、ここはゆっくり行けば、いけそうだけど、あれがないね。酸素がね。あ、ここでようやく酸素。酸素吸ってく。で、横やり入れないで。横やり入れてこないで。で、ここは、でも、ちょっともう一回酸素吸おう。危ない。これ絶対多分危険だ。ここから登れるね。OK、危ない。キリキリ。酸素ないよ、本当に気をつけて。急がないと、水面でないと。で、ちょっと左も行っておきたい。なんか左ありそうだ。何もない？あっちから来るだけか。なるほど。クリアかな、そろそろ。クリアっぽいね。OK。ようやく4の1か。4の1長かったな。まず2機しかないけど。さあ4の2。さあまだ4の3、各ね、面は3まであるからね。3がボスステージで、またモグラ来る。この下張りさんからの、危ない今の。滝か。またこう、うわ、ちょ、こうジャンプしたらダメだっけか。ちょっと待って、勝手に落とされるんですけど、いいんでしょうか。で、どんどん、あれだろうね。この酸素の、とりあえずリング取っとく。酸素のとこは少なくなんだろうね。左でいいのかな、これ。たぁリング欲しい。さあ、お兄さん、かわせば。こう、吸ったまま、ジャンプで泡を吸ったままだと、そのまま回転が止まっちゃうから、
このまままたちょっとダメージ食らっちゃうね。なんかこの回転したまま行きたいけどね、ほんと。長いな、今度。空気のとこまで。もうこんなやってらない。空気取るやつ取ろう。どうせまたカウントダウンが始まる。酸素がなくなる。よし、と、ここはもう流れに身を任せた方が、時の流れにもね、身を任して、水の流れにも身を任していきたい。これ左で行けんのか。行けんのか、オッケー。ほら、ここ、ラッキーゾーンかな。いいぞ。まあ、ソニックは泳げないから気をつけて。まあ、きっとね、これ50枚。保ったまま、この面もね、このステージも、ゴールまで行くのは難しい。一回どっかで当たると、一回とかでも当たったけどね。でもあれ上行けそうだね、あれね。ここ上行った方が多分いいんじゃない？水より。上行ったいいけど、もう行けない。行けるよね。まあバリアもあるけど、バリアとか変なことしない方がいいな。とりあえず、進みましょう。リングあるし、とりあえず。一発は当たっても。一気落とさないから。ここの次だよね。さあ、バークが。来るで、横やりを入れてくる。横やり入れないで。これも上行っていいのかな？うわ、違う。ここも安全地帯だ。スタタマキコーチ。で、あれか。無敵。さあ、このまま行こう。無敵に。無敵だけど酸素は消費するでしょ。嫌な感じだな、これ。無敵も急に切れるから気をつけて。さあ、上から槍も降ってくる。ここは何もないのか。 OK、 気をつけて。中間はなさそうだね。 OK、 もうないか。トゲがなくなれば上にもただの丸い球体だよ。で、ここは安全地帯、玉置工事。次のとこは安全地帯じゃないから気をつけてと。ここかわす方法だろうね。ここの4の2で50枚にするには、このウニをいかに、ちょっと一回あれしよう。空気を、ウニをいかにノーダメージでかわすかが勝負だろうね。どうなってんだ、メイドも。うわぁ、ちょ、まずいな。これ最後、これを落としたらもう、あれじゃないですか。もうゲームオーバー、完全にゲームオーバーだね。今度こそコンティニューがなく。なると、サウンにかわしていく。とりあえず酸素をもらっていく。危ない。1個目はね、2個目のウニが結構かわすの大変そう。で、安全地帯。ここね。あ、そうなりますよね。結局、持ってても針に当たっちゃったらあんま意味が。途中で左に行けばいいのかな、さっきの感じだと。うわぁ、ダメか。もう一回吸ってから行こう。こっちか。こっちか、危ない。危ない。今の危ない。待って。またこの横から縦に変わる。OK。そろそろクリアかな？まだかな？
クリアだね、多分。オッケー。なんかこのソニックね、ステージセレクトができるって視聴者さんが多分タイトル画面からだと思うんだけど言ったけど、ステージセレクトしたい気持ちがわかるわ。今1時間半かけて、まあ、コンテニーも2回使いつつ、なんとかね4の2か4の3かまで来てるけど、これでねやられたらもうまた来るまで1時間半ぐらいかかるからね、もうそのまま水の流れに身を任せてこう。テレサテンじゃないけどね、時の流れとは変わって、これ何、これエンドレス、何なのこれ、エンドレス、何なのこれ、エンドレスエンドレスっぽいのこれね、嫌だな。エンドレスか、エンドレスか。ちょっと行きたいんですけど、でもこれどうしてどうしたらよろし、ああとりあえずいけた。押す前にリング欲しいです。ホストワンのなんか水の流れでも変わったか。これ行くしか、なんかわかんないけど、なんかもうなんかとんでもないことになってる。これエンドレスだね、エンドレスだね、これね、こういうことか。あ、でもここもあれだ、バリアだけど、ん、もう一回押せばいいの、違う、いけそうなんですけど、あそこに入ればいいのかな。なるほど、思わず時間かかったけど、それで鉄球が回ってるか、敵当たんないようにと言ったけど、逆に下に魚がいたか。そこも下から槍が来る、下から横槍を入れてくる。まあ安全地帯のね、ある、危ない、ちょっと伏せてないよ。で、お久しぶりのモグラ、水中モグラ来る。でさあ、で空気吸ってく、まあ、とりあえずリング1、うわ横槍入れてくるなよ、横槍入れてくんじゃないよこんな時に。リングが欲しい、リングがなくなった。横やり入れてこないでくださいなと。縦張りさんか、そろそろ多分酸素がまずそう。このまま多分歩いていったらそのまま針に刺さるだろうね。ジャンプを入れつついかないと、オケリング、でも針に突き刺さったら終わっちゃうからね。うわね、何ここ、はいはいはい、はい、安全地帯、安全地帯だ、安全地帯、こういうことか。はい、どこまで、ここまでか。 OK、 バリア違う、リングか、一応もらっとくか。でモグラモグラ、こっちもモグラ見えてたよ。またここか、また張り組んだろう、どうせ初見に優しくして。どこ、こっちか、これいける、いけるか、 OK。 もう敵になれば怖くないけど、こっちか、あ違う違う、ちょっと待ってね、よし再開していこう。そっち左、
イキャップはありがたいんだけど、残機なかったから。でもこっちじゃないの。前見たく崩れないの。じゃあ、わかったわかった。そこのスイッチか。せっかく取ったリングも一瞬で失ってしまうという。危ないよ。まだ中間まで行ってないからね。中間っていうかチェックポイントがまだ遠いから。そしてリング、リングも一個もないから。まずいよ。5、4、3。さすってく。まあ、ここは4の3だからボスだとは思うんだけど。さあ、このちょっとした段差をくぐっていって、お、無敵無敵だけど、やっぱり酸素は大事だよね。さあ、来ました、チェックポイント。そろそろボスかな。やっぱ水中のボス。ああ、水中のボスっぽいな。落ちないように行きたい、ここでも。で、この無敵状態切れるタイミングが、わばら、奇跡、今、神回避。無敵状態切れるタイミングがちょっと分かりにくいので、とりあえず回復しよう。酸素ね。で、バリア取って、ここは横やり出てこないんだ。横やり出てこない。で、リング。ここも安全地帯だ。上がれた上がれた。オッケー、上がった。ただ、ここからまた、あれが来るのかな、針。やめて。針ではない。そこ押せばいいのか。逆回転。ん？逆回転だよね。オッケー。これでいけんのかな。さあ、結構仕掛けがいっぱいあるね。オッケーか。で、モグラ3匹4匹来る。トントントンで、またこれか、滝。さあ、水の流れに身を任せていくしかないか。お、で、お、危ない。一回出たらダメかな。さあ、ここで、そういうことだよね、やっぱりね。一番奥がいいのかな、やっぱり。左に行かないと。いや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 、ちょっと落ちれないし。まあ、今行けたか。ギリギリ溺れた。で、こっからでしょ、また。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ、一回でも出ちゃえば。やっぱりそこ一番端っこじゃないとダメだよね。で、リングがないから、モグラ気をつけて。こっちじゃない、右か。怖いな、もう残機ないか。これ終わったらゲームオーバーで。モグラが両サイドから出てくる。こっちは何もなしか。結構同じような地形が繰り返されてるね。さあ、どんどん上がってく。で、バリアか。ただ、針に突き刺さったら一回で終わるよ。何これ。どうなってますの？そういうこと？
どうやって当てんのこれ。てかもう、そしてあれなんですけど、これひたすらあれかな、ダメージを食らわずに上に行けばいいかな。それしか考えられないよね。あと1分しかないからちょっと焦ったな。きつきつ最初からか。4の3までいったけど、あれやっぱどうなんだろう、攻撃したかったけど攻撃なかなかできなかったから、攻撃しようとしてもどんどん上にね、壁の方に逃げていくから、まああれかな、やっぱエクマを追ってひたすら上に、エクマに攻撃するというよりはひたすら上に行けばいいのかな、あれに沿ってね。とりあえず食らわないように上に行けばクリアなのかな、なんとなくそんな感じするね。あそこで8発当てるとかないな、やっぱり難しいな。それともある程度行くとエクマね、ダメージ与えられるような隙ができてくるのか。いや、チェックポイント長いし大変だねこれね。なんとなく仕組みは上がってきたけどね。さあ、ということでまたね、1の1からやってみよう。とりあえず1時間半であそこまで行ったから、今日はねもう4の3以上進めることはないとは思うんだけど、まあとりあえずもう一回やってみよう。あそこのなんとかねコンティニュー2個ゲットしたからいい感じだったんだけど、あの4の1かな、あそこでの中間明けのところ、一回やられてからね、中間からの再スタートのところで結構やられすぎたな。さ、また1の1からだけどやっていきましょう。やっぱ難しいね。視聴者さんが言うだけのことはある。100回ねクリアしたという視聴者さんが未だに難しいよというだけのことはあるな。この素人がやってももうヒーヒー言ってる。バリア取ってく。で、これ上から行ったの初めてだな。上から行くとバリア取れるんだ。カメレオン気をつけて飛んでくるから。で、こう回っていくとより加速するけど、加速が足りない。さあ、こっからかな。もう一回危ない。このカメレオンやめて。ここで行くか。うわ、行かない。カメラ倒した方がいいのかな。カメラ倒す。ここから助走つけて回ってく。どうでしょう。ギリギリ回る。S 字カーブで、待て待て、このまま行くと多分、ボーナスステージが。カメラを倒していく。この辺でね、当たっちゃうと多分、もうボーナスステージ。50枚リングキープはね、厳しそうになっちゃうからね、終盤気をつけて。OK。ちょっと待って、危ない。危ない。さあ、まずここで。あ、ここ、これか。こっち行きたい、こっち行きたい。そっちじゃない。こっち、こっち、こっち、こっち。こっちは、なんでそっちに行く。コンテニューも取れなかったね。ボーナスステージで100枚だからね。ボーナスステージで100枚取るとコンテニューも1個増えるという。それさっき運よくね、コンテニュー2個増やせたんだけど、今はまだコンテニュー0。この残機3がなくなるとゲームオーバーっていう状態だね、今ね。ここ気をつけて。ここも、徒歩でというか、ゆっくり行った方がいいね。ジャンプするとやっぱりコントロールがつきづらい。で、どんどん下がってく。
ゆっくり行く、ゆっくり行く。多分ここからこのサスケのね、第1ステージそり立つ壁的なやつを使っていかないと多分ダメだろうね。で、上の1キャップとりあえず取りたいけど、この1キャップどうやっとんの。こういうこと、あ、そういうことか、わかったわかった。あの1キャップ取っときたいな、とりあえず。1キャップ大事。残機非常に大事。さあ、こう回ってくで、ピューン。ダメか。ここそのまま行けないか、左に。ダメか。なんか取り方あるんだろうけど。まあ、しょうがない。さて、こう、針落ちないように気をつけて、鉢も気をつける。針と鉢を気をつける。で、とりあえず、リングは50枚いったけど、当たったらダメよと。で、テントウムシのサンバで、カニさん、カメレオンをかわしてくれ、吊り橋を渡ってくれ、魚気をつけて、で、ここもまたローリングしてく、で、S 字カーブ、待てよ、慎重に、このリングに入れないとボーナスステージにはなりません。さあ、今日はあと20分だね。これは、どっちだっけ？そっちか。右か。なんか少しずつ覚えてきてる。覚えてきたわ、覚えてきてるな。違うじゃん、左じゃん。左じゃん。顔を攻められると。この辺も、マッピングじゃないけど、必要だな。この、ボーナスステージ。多分、ランダムっぽいからね。ボーナステージとの形状というかが出るかね。とりあえずリング0だからリング欲しいよ、まず。まあ、バリアでもいい。で、とりあえずリング取ってく。で、吊り橋、トーテンポールで、バネポーン。で、足場崩れるか気をつけて。で、ハチとテントウムシのサンバで、リング取ってくけど落ちる。とりあえず上行きたいな。魚は出てこない。トーテンポール。で、8倒して、チェックポイント。で、S 字カーブ、くるっとくる。まあ、ここは、1の3だから、ボス面だから。まあ、50枚集めてもね、ボーナスステージがもう、ないから、いいんだけど、まあ、100枚集めれば、1キャップはできるからね。こうバグってね、これ。いけ、ダメか。おぉ、やっぱこうバグるな。あんまり早いとバグるな、これ。結構ソニックバグが多いのかもしんないね。なんかちょこちょこ。カセットの問題かな。前もね、前回の初回の板、オッケー。1キャップ。初回のね、最初の一回も行くか。バリあるし。まあ、ボス面だから、ボーナスステージ出てこないし。初回の時もなんか一回バグっぽいような、なんか ワープがあったけど、壁の中すり抜けワープみたいな。でも結局壁から出れなくて、そのまま一気に失っちゃったけど。うわ、ちょっと、ハチさん、狙いがうまい。ハチさんの狙い方がうまい。気をつけて。危ない。これだったスプバネ。もう一応リング取りたかったけどリング取れなかった。リングじゃない、これはバリアかリングか。OK。で、ここで最後のチェックポイントがあってボスだね。室伏。4発。これ8発だったね。5。6。7。あと1発。そこで1の、1
一面クリアと。さあ、まあ4の3まではいけないだろうけど、まあ、練習がたら行きましょう。今日残り時間ね、残り15分ぐらいになってるけど、ここ慎重にね、慎重に行きたい。芋虫気をつけて。頭しかね、他はね当たるとダメージ食らっちゃうから、芋虫の頭で蜂を一気に倒す。でファイヤー気をつけて、急いでいくとファイヤーに当たっちゃうよと。で下がってって、ここ違ったっけか、まあ、下がってく。でファイヤー来るでしょ、ここファイヤー来ない、下から来る。これ4連打だけか、ジャンプジャンプジャンプと OK。 ファイヤーが迫ってくる、気をつけて。でこうバリアで潰されないように気をつけて進んでいく。でコウモリ1匹かわしちゃった、2匹3匹目は当たる。でブロックを押してスイッチを押すと OK。 このブロックを押してスイッチを押しっぱなしにするタイプのやつ、結局4の3まであと1回も出てこないね。ここ今のとこだけだね。うわ行き過ぎた、ちょっとこう急いでダメ。ソニックは早いんだけど焦りは禁物。静とどうね、静かと動くと、ゆっくりと早いと、メリハリが大事。ズサッとくるよね、くるよね、危ない。さあこのズサの上を飛んでく。でこの出たり引っ込んだりするブロックも活用しつつ、でこの重りに当たってもダメージ食らうよと。もう2の1クリアじゃないよね、まだね。でファイヤー来る、気をつけて。ファイヤー気をつける、こっちもファイヤー気をつけて。ちょっと出てこない。で火が後ろから迫ってくる、見事当たる。で芋虫は外す。でこれで終わりか。ちょっと2の1はひどかったな。まあでも一気もね落とさずにまだ来てるからいいや。さあ蜂を倒して、芋虫はかわしてこう。倒すの大変だから。でこの微妙なこのグニュグニュって道がね、まっすぐになってないの、微妙にソニックのスピードも変わるからね。さあここでリング取って下がっていく。でコウモリブロックを押して乗っていく。でマグマの流れに身を任せて行く。で上から来る、これ気をつけてほしい。これ待って待って待って、ちょ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 、とりあえず芋虫を倒す。でリングを補充したいけど、とりあえずバリア取ってリング。でここで待機、落ちてくるか、待機。ファイヤー気をつけて、横と縦から来る。でブロックを押す。でブロックじゃない、マグマが後ろから迫ってくるから、ここでここ突っ刺さっとくんじゃなかったっけ。あここあれか、横張りさん、はい。でここジャンプしちゃダメ、普通の猫歩きで移動した方がここは落ちにくいと。で芋虫かな、サイモン虫2匹だけか、ここね。これほい、1匹目十分間を集めて、2匹目でこうバネを気をつけて、で上がっていく。でバリアも取ってるからいいけど、一応取っとく。でまたブロックを押す、あほら。でこう下から吹き上げてくる、
よしと。さあ2個目の吹き上げが終わって3個目の吹き上げのちょうどいいとこでジャンプを一緒にすると、そうしないと先に進めません。うん、よっと OK で、また芋虫か。えい、あ、当たるの今の。ちょっと微妙だったか今の。まあいいや、しょうがない。で、ここがチェックポイントとリングを補充と。で、ここだね。ここが滑るから気をつけて。で、結構ファイヤーがいっぱい出てくるから気をつけて。ファイヤーファイヤーと。さあ、ファイヤーファイヤー、早い、ここファイヤー。で、とりあえず8だけ倒したかったのに、芋虫に当たっちゃう人がいる。で、ここ芋虫かわす。で、この右が、あれか、コウモリ、2羽、来る。で、倒して、リングね、29。まだ5万点いってなかったか。そこでギャップ。とりあえず残機庫。この、あれだね、この5万点以降は1キャップがないんだよね。とりあえず5万点で1キャップあるんだけど、5万点ごとじゃないっぽいよね。さっきゲームオーバーになった時、4の3まで行った時、多分10万点は超えてたと思うから、5万点のね、2倍は、いってるはずだけど、1キャップは5万点だけ。いや、こっち行こう。わー、もうちょ、あっちでもよかったか。あっちの方がよかったな。まあいいや、ちょっと強引だけど。コウモリ倒して、イモムシを倒す。鉄ズサッと来るから。ズサを気をつけて。OK。で、この針の上を飛んでくと、イモムシが、OK、上か、OK、一気に駆け抜けちゃった。 OK、 まあリング1個だけどしょうがないでしょ。残り10分だね今日ね。まあもうちょっとしたら今日終わろうか。うん、うまくいけば2の3のボスぐらいは倒せるかな。30分あれば2の3の、あれ、あ、こっちでいこう。30分あればとりあえず、これこんなとこ来たっけか。来てないな、これなんかいつもと違うルート来てる気がするけど、明らかにいつもと違うとこ来てんの、これ。あそこにバリアあるけど、まあ、とりあえずリング1個あるから保険になってますでした。ハリさん、何もない。ん、あ、こういうことか。ジャンプができなかったから今下のスピンで。ああ、はいはいはい、こっちに出んのね。ここからは共通か。この下から吹き上げじゃなかったっけ最後ね。で、急いで右の方に行った方がいいと。ジャンプしてね。そうだね、下から吹き上げてくるやつだよ最後に。おー、ちょーしゃー来る。これ右から行った方が楽だと。右からっていうか、ね、一気に右にね、ジャンプしちゃったが、まあダメージ食らうこともなくね、下に落ちることもなくと。あそこ下落ちちゃうともう上がれないからね、一気失ってリスタートしなくちゃいけないから。さあ落ちてくで、横張りさんで、芋虫で、ここもまたジャンプしない方がいい。普通にね、横移動の方がいいと。
OK。で、芋虫。8、OK。で、左側は一応あるけど、確かそこは、コウモリがいっぱい出てくるから、左側は虫して、右にどんどん行きましょうと。あと、押しつぶされたらまた一気に失っちゃうからね。いくらリングがあっても、押しつぶされるのはダメだと。とりあえずバリアがあれば OK。 一番いい形だね、今の一番いい形だった。ダメージも食らわずバリアも取っていくけど、ここだったっちゃズサッと来る。で、これ右だったよね、確かに。右端が当たんないとこね、さっきやった。で、横張りさん気をつけていく。で、コウモリ気をつけて、危ない。こう倒しちゃいたい。 OK、 いいぞ、今のいいぞ。で、またブロックを溶岩マグマに落として流れに身を任していく。さあ、2の3ぐらいクリアできるかな。あと5分切ったけど、放送時間ね。最後あれだよね、ここね、おもりの上をね、ジャンプしていく、連続ジャンプね。で、もう危ない。ここ、コウモリだけか。忘れた。確かすぐ横張りさんだよね。横張りさん。一個飛ばしで、横張りが出てくる。時間的には十分でしょ。ファイヤーくんだけか、ここファイヤー。ちょっとリング、リング、保険のリング。保険のリング、保険のリングがなくなった。これ連続攻撃嫌だな、これ。これ連続攻撃やっとやめてほしい、本当に。せっかくタメタリングが終わってしまった。おーい、えい、ちょっと今日終わるか、ここで。さ、今日ね、ここで終わろう。まあ、4の3までね、なんとか行ったんでね。まあ、ベスト、一番進んだところはね、更新できたんでね、3の2かな、前は。4の3まで行って。多分4の3のボスの倒し方もなんとなく、とりあえず上に上にダメージ食らわずに行けばいいのかなっていう感じでね、エッグマンにこうダメージを与えるっていうよりはね、自分がね、こうやられずに上まで行けばとりあえず良さそうな感じだったからね。それが分かっただけでも無理にね、あそこの狭いところでエッグマンダメージ食らわなくて、あのダメージね、与えようとしなくてもいいのかなっていうのが分かっただけでも、まあ次行けんのかな、あそこまで行けんのかな、もう一回ちょっとわかんないけど。まあ、次回ね、頑張りましょう。さあ、ということでね、最後、いつもの告知です。一つがね、今、ニコ生とツイッチと同時に放送していて、ツイッチの方がね、少し滑らかに動くのと、あと映像も綺麗なんでね、もし綺麗な映像を見たい人はツイッチの方もどうぞ。URL はツイッターのトップに貼ったので、ツイッターから移動してください。で、特にニコ生は、一般会員だと、混雑時とか、画質を強制的に落として見させられてしまうんで、ツイッチだとアカウントなくても、高画質でギガと回線が許せば見れるので、もしよければ、ツイッチの方も見てみてください。あと、録画もニコ生とツイッチ両方残してあります。で、あとね、YouTube の方にもツイッチで流したのと同じものね、保存、録画してあるんで、アーカイブとしてね、残してあるんで、もしね、見たい人はそれぞれのサイトで、まあ見やすいサイトで見てみてください。で、あとは放送のスケジュールは水曜日以外、とやる予定になってますけど、最近休み、臨時の休みも多いので、その日放送があるかどうか、これもツイッター見るとわかるようにしてます。で、放送がある日は早くてお昼過ぎか、遅くても放送の1時間前には、ニコ生で予約をしたっていうようなツイートをするので、それがあった日はほぼほぼ放送があります。よっぽどその後起業とかない限りは放送があります。ただそのツイートがないと水曜日以外でも臨時の休みになっちゃうんで、ツイッターチェックしておいてください。時間はね、水曜日以外だったら8時からやることは変わらないので、8時から10時は変わらないんでね、その放送が臨時の休みになってないかどうかツイッターでチェックしてください。あとね、最後、よければニコ生のコミュニティ参加、あとは、ツイッチのチャンネル登録ももしよければお願いします。ということで、今日4の3、ボス、まで行ったけどボス倒せず、で終わりってどこかな、一番行けたのはね。まあ、カオスエメラルドも2個取れたかん時。ね、コンティニューも2個。追加できたんでね。
まあ、だいぶ進めたけど、やっぱ難しいな。6の3まで、とりあえずあるっぽいからね。もうちょっと、頑張りたい。ということでね、お疲れ様でした。